イリア・イーゴレビチ・ソロキンは、ロシアのアイスホッケー選手である。ポジションは、コールテンダー。所属チームは2020年4月現在、HC チェスカ・モスクワ。2018年のピョンチャンオリンピックではロシアからの、オリンピック選手に選出され、初出場の五輪で、金メダルを獲得。2015年の U20 世界選手権で、銀メダル。2016年、2017年。 2019年の世界選手権で銅メダルを獲得している。所属クラブにおいてクスカのメンバーとして2016年、2018年、2019年に3度ガガーリンカップファイナルに出場し、2019年に初めてガガーリンカップ優勝を達成した。ソロキンはケメロボ州ベジュズレチェンスクでアイスホッケーを始めた。2009年からノボクズネツクの アイスホッケークラブ、メタルルクで本格的に競技に取り組み始める。2012年9月3日、17歳のソロキンは、ノボクズネツクのジュニアチーム、クズネツキへメドベージのメンバーとして、ジュニアホッケーリーグにデビュー。スターリヌイエリー氏と対戦したデビュー戦は好調とは言えず、ソロキンはフル出場したが5失点を許し、試合は3対5で、ノボクズネツクが敗れた。 翌日に再びマグニトゴルスクと対戦し、ソロキンはフル出場したが、再び5失点を喫した。次の試合でソロキンの出場はなく、2012年10月半ばまでポジションが安定しなかった。2012年10月20日、ソロキンはチャイカとの試合にフル出場し、自身のキャリア初となるシャットアウトを記録。 シーズン2012から2014にかけての2年間で、ソロキンは36試合に出場し88、失点を記録、チャイカとの試合で記録したシャットアウトが唯一の完封試合となった。2013年1月7日、ソロキンはバリスとの試合においてメタルルグのゴールテンダーとして KHL デビューを果たす。途中出場で24分43秒プレし、 15本のシュートを浴びて14本をセーブ、失点1を記録した。2014年6月、ソロキンは NHL のドラフト会議で30目第78番目にニューヨークアイランダーズに指名されたが、ソロキンはノボクズネツクに残ることを選択。2014年9月4日、オムスク対ノボクズネツクの試合において、ソロキンは KHL で自身初となるシャットアウトを記録した。2014年12月、19歳のソロキンは、ノボクズネツクからチェスカ・モスクワに移籍。シーズン2014、15のクスカでは、ケビン・ラランド、スタニスラフ・ガリモフという二人のゴールテンダーが、ポジション争いをしており、ソロキンは、レギュラーシーズン終盤に6試合出場したのみであった。2014、 15の KHL プレイオフには全く出番がなくファームクラブであるジュニアホケリーグのクラスナやアルミアでプレイオフに出場したシーズン2014-15が終了すると状況が一変するポジション争いをしていたラランドとガリモフの2人がクスカを去るという事態が発生したのである第3ゴールテンダーだったソロキンはシーズン2015-16に 必然的に出場機会が増え、素晴らしい攻守を見せて芝叩く間にクスカのゴールテンダーのポジションを確立。レギュラーシーズン28試合に出場し、ソロ金はセーブ率95.3%、ガー1.06、シャットアウト10を記録した。KHL オールスターゲームにも初めて選出された。フォワード陣の活躍とアイマッテクスカは初めて、 ガガーリンカップファイナルに出場。マグニトゴルスクとシーソーゲームを繰り広げたが、3勝4敗でクスカは初優勝を逃した。シーズン2018、19にクスカは3回目のガガーリンカップファイナル出場を果たし、アバンギャルド・オムスクを4勝0敗で破りついに初優勝を達成。ファイナルにおいて、ソロキンは第2試合と第3試合を無失点で抑え、 プレイオフの MVP に選ばれた。2015年、ソロキンは U20 世界選手権ロシア代表に招集される。U2 レイロシア代表は決勝まで進み、カナダ代表と対戦したが、4対5で敗れ準優勝。ソロキンは決勝を含む7試合に出場した。2016年、地元、ロシアで開催された世界選手権において、ソロキンはフル代表のメンバー入りを果たす。 ソロキンは予選3試合に出場。ノルウェーと対戦した試合ではフル出場し、失点0で勝利に貢献した。ソロキンは決勝トーナメントでは出場機会がなく、ロシア代表は準決勝でフィンランドに敗れ3位決定戦で銅メダルを獲得した。2017もソロキンは世界選手権ロシア代表メンバーに選ばれ予選で2試合に出場した。 ロシア代表は準決勝でカナダに敗れ3位決定戦で銅メダルを獲得した。2018年1月、平昌冬季東京オリンピックのロシアからのオリンピック選手代表に招集される。20分という短時間ではあったが、ソロキンは予選でスロベニアとの試合に出場した。オールは決勝戦まで進み、決勝で延長戦のスウェードイツを破り優勝を成し遂げた。 2018年の世界選手権ロシア代表にも選ばれたが、ソロ金は出場の機会に恵まれず、チームも準々決勝で敗れて6位に終わった。2019年、世界選手権ロシア代表に選出されたが出場の機会はなかった。チームは準決勝でフィンランドに敗れ、3位決定戦でチェコを破って、銅メダルを獲得した。ありがとうございます。